ました。これまで60年間余りオレンジ色の衣装で元気いっぱい、笑顔いっぱい、夢いっぱいをテーマに数々の公演を成し遂げてきました。近年ではアメリカのローズパレードへの出演をはじめ、日本の一流アーティストの方との共演も果たしています。昨年は全国マーチングコンテストにて金賞を受賞し、公式大会以外にも日本各地での招待演奏やテレビ出演など幅広い活動を行っています。今日の立花高等学校吹奏楽部は音楽を通じて一人一人が輝き、皆様から愛されるバンドを目指しています。非常に欢迎我们，对我们非常的好，我们感到非常的温馨。人生の中でも経験できないようなことばかり経験させていただいて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。我刚刚说了，现在您的经验做的热烈欢迎，然后感到非常的开心。谢谢台湾。Amen.